はい、今回は、トイザラスさんで出ている福袋を買ってまいりました。はい、はい、今回はこちらを開封していきたいと思います。はーい。はい、いいよ、じゃあ開封して。お供の子用だね。うん、さあ、開封していきます。さあ、なんだ、いいじゃん。どうした？どうした？生えてた。ティッシュ。あ？全部ティッシュ。なんで？なんで？あ、本当だ。え？全部ティッシュ。あ、なんでティッシュなんだろう。イーシャン、どうする？どうする？返品する？楽しみにしてちゃう。なんでなんだろうね。まあまあ嬉しいけどな、ティッシュ。はい、ドッキリ大成功。はい、中身ね、あの別のところに置いてあるから持ってくるわ。おいおい。痛いよ。まあ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 、落ち着いて落ち着いて。はい、新年初ドッキリになるのかな。一発目のドッキリになります。一発目のドッキリになります。え、焦った？焦った？え、なんでティッシュ入ってんのと思った、うん、え、なんでティッシュなのと思った？間違えたと思った。いや、なんだと思った？なんだと思った？こういうもんだと思った。何？ハテナがポンポンポンって出た。え、なんで？なんでおもちゃじゃないのっつって。なんでティッシュなのと思った？普通トイザラスっておもちゃでしょ。普通ね、トイザラスって言ったらおもちゃだよね。トイレットペーパー、あ、ティッシュペーパーは置いてないもんね。うん、はい、じゃあ新しいの持ってくるね。新しいのっていうか、中身、中身持ってくるね。え、なに？あのトイザラスの福袋、うん、あれ、もともとティッシュが、ティッシュなティッシュの福袋と思った。 ああいう福袋かなと。ああ、ティッシュの福袋と思ったんだよね。なるほどね。そんなわけあるかい。物の、うん、物のなんか福袋かと思った。ああ、間違えて買ったと思ったわけね。なるほどね。はい、まあね、中身はちゃんとあるんでご安心ください。嫌がってる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 。